直球おいおいはは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 はちょっと恥ずかしいけどね、今日は皆さんにスライキはい、もう時間7時ですけど、チーム一つずつ、まあ一番左から、はい、どうですか。ミッチーチャンネル代表のミッチー、はい、キングトシ、はい、緊張しろ、あ、ちょっと、ムカつくで、ナナシで、ね、ハヌケ行きますか、今日勝てますか。はい、モンスター一番楽勝っすね。楽勝行くぞはい、じゃあ、これ何、辻チャンネル、リュウチャンネル、辻チャンネルか、結構ファンついてるけど、どうですか。名前出とるっすね、もう。どうですか。見てその通りです。誰も喋らない、ここ恥ずかしい。お嬢じゃないか、見たことないから、今日が。続いて、いつ東京、最近よう来てくれてるんですね。そうですね。まあ、俺あんまりね、面識ないけど、結構足場ようやるって。大丈夫大丈夫、家で行きますか。 YouTube から女の子が照れなかったけど大丈夫皆さん行きますか。自分の会社はいえ、おー違うわ全然はい、お疲れ様です。どうですか。楽しい楽しいって言うのどう、いける、はい、いける、勝てる、はい、日本人なんかに負け勝てる。まあちょっと小ぶりだね。なあいつただのデブだしな、あいつ結構力ついてるしな。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ代表者前に出てきてください。じゃんけんいいですか。はい、はい、グッドパーの文句なし。はい、一発だ、一発で決まったね。やべえな、マジか。じゃあ最初は、じゃあまあグーチームグーチーム集合。レジェンドもう始まりますか。次の方はどうですか。楽しいですね。やるべきはプロやん。ここで次のホープベトナム人の答えはフリーあーすごいじゃあみんな頑張りますか。はい、頑張ります。楽しみです。楽しみ。みんな頑張りますか。頑張ります。ベトナムのお母さんどうですか。一発でいきます。ベトナムボーイ気合がつけよ。気合違うよ、気合違うよ。こっち準備いいですか。はい、30秒ね。はい、フライパンだ。よーい、あぶねあぶね、強い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 。はい、ストップストップ。これ次から考えたもんね。もうこれ次のだけ。俺今日かもしれない。今日だって。はい、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 勝ち。はい、勝ち。はい、楽勝。楽勝。僕ち全然力入れてないですね。3人で勝ったんですけど。ミッチーチャンネル。はい。いつ来よ。よろしくお願いします。いつ来よ、大丈夫ですか。大丈夫ですね。余裕で気合入ってるんで。気合入ってるね。気合入ってる、気合入ってる、気合入ってる、気合入ってる。気合だけでも勝てればいいですね。気合入ってる。いつ行こうよ、大丈夫ですか。いよいよ始まりますけど、余裕で気合入ってるんで。バンバン風邪ひいてますけど、楽勝っすわ。ちょっと言い訳ハンデキャップっす、ハンデキャップ。ちょっと言い訳しますね。ハンデキャップ、ハンデキャップ。いや、そうだね。よし、こっちは20っすか。近い一瞬で決まったな。じゃあ、ミッチーチャンネル対いつ行こうよ、大試合よーい。いや、本当均衡ショットやな。勝利のコメント、勝利のコメント、勝利のコメント。僕ら最初にフォーメーション B で行くぞ。フォーメーション B 成功しました。いいな、本当に。本当に言うのでガンって行くと、そんだけだもんな。強い強い強い、よかったですね。いいね、いいね。
じゃあ決勝戦の意気込みをお願いします。勝ちに決まってるじゃないですか。仕事っすよこれも。気合入ってるんで全員。さすがです。仕上げやりに行くぞ。ファイファイ。チームワークいいね、チームワークいいね。ファイヤーファイヤーファイヤー。これいいっすね。俺も一気に離れるかもしれない。決勝戦の意気込みは、まあ、どこの飯食いに行こうかなって考えてます。決勝戦いつき工業対マッチョチャンネル、よーい。すげえ。取れた。じゃあ決勝戦で向かうか。決勝戦で向かうか。反対のやつ。俺は疲れたもん。いいですか。第2試合これでもうマッチョチャンネルが勝ったらもう終わりね。いいですか皆さん。マッチョチーム対一撃工業第2試合よーい。やばいな。優勝チーム、どうですか感想。じゃあ一言ずつ。どこの方が取りに行こうかなって思ってます。余裕だった。余裕です。余裕、何も考えなくてももう勝てると思ってたんで。あっ。どうですか。このチームに勝てる足早く募集します。おー、いいね、いいね。いや、今度本当にどっかの日曜日で募集して繋ぎたいから。そうですね、いいね。ああ、いいね、いいね、いいね。なんか自分で集まってね。マッチョ2。楽しかったです。楽しかった。はい。そう、はい、ワンブリ楽しかった。レジェンド、はい、どうですか、レジェンド。いや、楽しいですね。もうね、なかなかね、足場がね、はい、今人気だもんで、ね、下向きの方が多いんだね。あ、そうですね。下向き講師が多いもんで、はい、なかなか塗り替え当時の仕事やってないから。そうですね。トレーニングね。レジェンドすごいわ。もうレジェンドのおかげで。レジェンドのおかげで勝ったさ。いや、違いますね。また見てね。いいですか。OK。 Yeah.